も始まりましたクルーズ TV ということでね、本日も19時30分よりヤフーショッピングライブとあの合同で行いますので、いつものファッションコーナーと変わりませんので、いつものようにクルーズ TV ご覧の皆様は楽しんでみてください。よろしくお願いします。はい、ということでね、本日はいつもね、野郎に囲まれてちょっと楽しい目にあったんですけれども女の子たちが来てくれましてね、紹介したいと思います。まず自己紹介、ジンボさんから。はい、はい、モデルのディンボカナコです。よろしくお願いします。お願いします。2回目ですよね。2回目ありがとうございます。助かります、本当に。続きまして、マレーシアから来たモデルアミキフリーです。よろしくお願いします。お願いします。はい、そしてアシスタント MC を普段やっております、久美吉こと西尾久美です。よろしくお願いします。ということでね、本日この3人で頑張っていきたいんですけれども、翔平くんどっか行っちゃったんですよ。どっか行っちゃった。今日九州の方にちょっと行ってしまいまして、でもね、せっかく女の子たちが集まってくれたので私もテンション上がっております。もう早速コーナーに行きたいと思います。フリートークということでね、せっかく来ていただいたので2回目なんですけれども、はい、またね、多分新たに見ている人もいると思うんですよ。なので2人のことについてちょっと聞きたいなって思うんですけど、何聞かれたら困ることあります。大丈夫ですか？大丈夫です。大丈夫ですかね。そうですよね。普段ってそれこそどんな活動されてるんですか？どんな活動って、なんか留学生ですね。で、普段は、まあ、平日は学校行って研究やってて、週末はファッションとか出演。あ、普段はじゃあモデル活動をやってるんですか？はいはいはい、はい。で、平日学生？平日は学生です。すごいね。すごいね。だって、大学院？大学院生です。大学院生。勉強の方、なんていうの？忙しかったりとかはしないんですか？いや、今は研究はずっと進んでいますから、もう大丈夫ですね。ああ、だからモデル活動も、もう併用できると。はいはいはい、ああ、すごい。あれですよね、モデルですよね。わかりました。短い。いや、違うのよ。2回目だから、ちょっとなんていうの、私結構人見知りなんですけど、はい、ちょっと2回目だからだったらもう大丈夫感はあるんですよ。そう、だからもうここの人見知りはもう解消されてるんですよ。前回の、なんだっけ、普段何されてるんですかって聞いて、普段は普通に働いてます、ね、友達連れてこれば OK なの、この番組みたいな感じになってますけど。でもモデルさんなんですよ。そうですね。いつからモデル活動？私なんか今年ばっかりで、その7月からモデルウォーキングレッスンを受けていて、その時から。7月からモデルレッスン？そうそうそうです。で、その時からファッションショーを結構出演します。あ、そうなんだ。ファッションショーすごい、なんかあれですよね、モデルレッスンってどんなことやったりとかするんですか？いや、モデルレッスンはウォーキングレッスンで。あメインがウォーキングレッスンです。あれだよね、ウォーキングレッスンで泣いたんでしょ？泣きましたね。難しいですね。翔平くんが言ってたよね。はい、大変でしたね。でも今でもモデル、そのウォーキングレッスンとかもやったりとか？あ、今も行ってますね。いつからモデルさんなんだよ？で、まあ、今年の1月から。今年の1月？じゃあ、まもなく1年。あ、後輩がどんどん増えてくる時期ですね。そうだよね、本当にすごいいっぱいモデル業界も大変ですよね、本当に。なんでそれこそ、だって勉強めちゃくちゃ忙しいでしょ？勉強の息抜きです。あ、息抜きでモデル活動をやろうと思った？もともと興味はあったってこと？はいはいはい、昔からなんかモデルに興味持っていて、なんか息抜きでなんかステレフレイスストレスで、ずっと、そう。だからなんか、その、モデルが、そのモデルウォーキングレッスンを受けています。あー、はい、ストレス発散？はい。すごいじゃん。すごいじゃん。ちゃんとそのウォーキングレッスンをすることによって、ストレス発散になってるんですか？最初は、つながってそう。そうだよね。ウォーキングレッスンとかさ、なんていうの、なんかレッスン系ってさ、基本めちゃくちゃ辛いイメージがあるのよ。それがストレス、ド M？ 工学の勉強よりは。ああ。勉強嫌いなんですか？いや、嫌いじゃないんですけど、うん、ちょっと難しすぎて。他のことをもう試してみたいですね。ああ。
マレーシア。あ、そう、え、マレーシアのモデルさんとかもたくさんいますよね。そう、それこそ。え、その時は、そのマレー、いつこっちに来られたんですか？日本に。日本は2014年です。2014年？はい。3年前だった。そうです。え、じゃあその3年前にそのモデル活動をしてたとかではなく、うん、なんその時は全く興味はなかった。いや、興味ないというか、その時は結構フットフットかったです。あ、体型が。あ、そうなんだ。え、な、え、聞いているのかな、何キロぐらいだったんですか？その時は57キロで、今は47キロ。おお、すごい、10キロ。10キロはすごい、すごい。3年で10キロなんで、なんで、なんでどうしてそこまで？なんかマレーシアで移動のはその車でなんですけど、はい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 、で結構歩きますので。歩いて10キロ痩せる？それ絶対あれだよね、東京の空気が汚いからどんどん痩せるみたいな。それ北海道行ったら太るみたいな。そんなことなく、本当に歩いて、ただ別にダイエットしようとかそういうのでもなく、ただ歩いて痩せたんですか？はい。羨ましい。いや、もう行ってる、なんかジムとかも行きますよ。ああ、やっぱりそういう努力してるのね、嘘つきじゃん。あれなのよ、ふみ、北海道に一昨年、去年か、来たんです、こっちに、東京に来たんですけど、北海道も今日車使うんですよ。うん、でも、東京に来たら歩くって聞いてて、痩せるって聞いてたら、痩せんのかなって思ったら、全然もうどんどん太っていくばっかりで、嘘でしょと思って、事務所の人からもいい加減にしとけよみたいなことを言われつつ、痩せないよね、やっぱりジム通うよね。いや、ちょっと痩せましたね。なんか、もう、それは、なんか、日本に来たばかりの時は、ジム行ってなくて、はい、はい、はい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 。だけど、その時は57から53キロとか。すごくない？それでも、そうそうそう、もう4キロ、5キロ。はははは。はい。本当に？本当です。それは、あれじゃなくて、慣れない環境に、っていうことじゃなくて。いい。もう、それこそ、ます。え、okay. その、マレーシアに住んでた頃から日本語喋れたの？マレーシアで3年間くらい勉強しました。そうなんだ。あれ、あれだよね、日本語勉強したよね。勉強した。あれ、いつから日本に？3年前ぐらい。あ、乗るんだ、優しいな。乗ってくれるのね。あ、え、それこそ、なんでモデル活動をやろうと思ったの？最初はでもスカウトで。おぉ、はい、おぉおぉおぉ、翔平くんから？いや、最初からじゃないです。最初は違います、ね。はい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 。入って、そこでなんかちょこちょこ出るようになって、うん、そこで知り合った子とかから、次このショーあるんだけど出ないみたいな感じで声かけられて、どんどん繋がっていくって感じ。あ、でもあれだよね、さっきのさ、配信前とかでも話してたけど、なんていうの、本当にいろんな子と仲良くなれる性質を持ってるよね。あ、でも、そうですね、結構話しかけられやすいし、なんか何、道端でいきなり道聞かれるタイプ。あ、そうですね、結構道聞かれるんだけど、一回もないの。職質もないし、道聞かれたことないの。顔も怖いから。顔怖くない、もうこのままなんですよ。でも本当に、なんていうの、最初おはようございますみたいな、よろしくお願いしますみたいな入るじゃないですか。そっからもう一切話したい気持ちはあるのよ。でも一切話せなく、結局なんかいろいろ一人でうろちょろしたりとかするんだけど、どうやってそれ仲良くなれるの？自分から話しかけに行くの？いや、結構なんか、普通にぼーっとしてたりすると、なんか話しかけられますね。ぼーっとしてると話しかけられるの？すごくない？基本一人行動多いんですよ。で、なんですかね、なんか普通に友達のように話しかけられて、そこから普通になんか仲良くなって。めっちゃいいね。その素質欲しいんだけど。ぼーっとしてたらもう周りに誰もいませんみたいな。ぼーっとしてたらダメなのよ、だから。ダメなの気づいた。なんかニコニコしてるわけじゃないですか。一人で？やばいやつじゃない？そんなことないよ。ちょっとやってみるわ、じゃあ次。ニコニコしてみる。はい、ありがとう。すごい助かる。